ボッケーラジオのオープニングトークでやっております。こちらボケ大喜利でございますね。今週のお題はこちら、金活の日どんなことをしますか。金活の日どんなことをしますか。これが今週のお題でございます。金活の日どんなことをしますかということでございます。金活ですよ皆さん。金活、金活ってね、キノコですよね。多分キノコのことなんですよ。キノコのことで、なんか金活というと、なんかちょっとヨーグルトとかそういうなんかビフィズス菌とか、そういったなんかイメージもなんか思い浮かんじゃったりとかね、私するわけでございますけれども、基本的にはキノコですよ。なぜなら、このね、金活の日っていうのは、北斗株式会社、長野県の北斗株式会社が、作った日らしいです。はい。何ですか、金と書いて、金活の日の金と書いて、キノコと読むと。で、金食材の王様であるキノコを食事に取り入れて、健康な毎日を目指す生活習慣、金活を2013年より提唱しておりますということでね、2013年、もう11年ぐらいやってるんですね。うん。で、2013年5月24日、テレビコマーシャルを通じて、初めて金活という言葉を発信した日にちなみ、免疫ケア、肌ケア、ストレスケア、疲れケア、睡眠ケアなど、様々な健康効果を持つキノコで、毎日を笑顔で健康にお過ごしいただくきっかけとなる日として、5月24日を金活の日と制定しました。ということでね。5月24日。もうね、ラジオ局さんによっては5月24日放送のところもあるんですけども、5月25であったりとかね、さらにちょっともう少し先にね、放送されるラジオ局さんもあるわけでございますけれども、とりあえず今週のお題は、金活の日。どんなことをしますか?でございます。ぜひともよろしくお願いします。なるほど。キノコの会社がね、制定したんですね。北斗株式会社。北斗株式会社ってなんかね、キノコの CM 結構やってましたよね。最近やってんのかな?ちょっと最近ね、僕あんまテレビを見てないんでわからないんですけど、なんか以前よくやってたなっていうイメージあります。キノコの会社がね、テレビ CM 売ってるな、ああ、儲かってるんだなと。ね、なんとなく思っていたわけでございますけれどもね。この金活の日。じゃあ、皆さん、一体何をしますかと。いうところでございますけれどもね。はい。回答いただければなと、大喜利の回答いただければなと思っております。はい。この、大喜利の回答に関してですね。今最高の回答ね、このラジオ聞いてる方、思いついた方いるかもしれませんけれども、すいません、生放送じゃないんですよ。このボッケーラジオはね、生放送じゃないんでね、申し訳ないけれども、前もって、ツイッター X の方ですね、このお題出してますんで、はい、前もってツイッター X の方で、ご回答いただければなと。もしくは、配信アプリの17ライブ、17ライブの方でもやってます。ただこれはね、いつ、このお題をやるかっていうのはね、特に告知してませんのでね、たまたま見かけられましたらね、ご回答いただければなと、そう思っている次第でございます。さあ、行きましょう。さあさあ、回答行きますよ。あ、それであれ、私が、回答に対して、独断と偏見で、こういうふうにね、こうですよ、こう。あ、ボッケーとつけます。二つだったり、三つだったり、ボッケーをつけますんでね、このボッケーの数を競い合いましょうという、そういうシステムでございましてね。はい。ボッケーの数を競い合ってください。はい。で、月間の MVP、月間で一番ボッケー多い方に、ささやかながらプレゼントをお送りするという、そういう形になっておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、いきます。最初の回答は、ツイッター X から、プッチャンさんの回答でございます。ありがとうございます。プッチャンさん、ありがとうございます。最初の回答は、ツイッター X から、プッチャンさんの回答でございます。ありがとうございます。プッチョアンさん、ありがとうございます。いきます。プッチョアンさんでございます。いきます。金活の日、どんなことをしますか?座禅に来寺した方々が居眠りをしていても、金活する。勝つ!っていう。勝つっていうね、この、ワンツー、スリボケ。勝つっていうこのね。画像を用意してくれてますけれどね。何でしょうこれ。座禅ありますね。これ、
来るという字に寺と書いて来字で読むかな、ちょっと読み方がしっかりわかりませんけどもね、座禅とかしに行ったりしますよね。やったことないですけどね、お寺の方に行って座禅で、でね、和尚さんですか、お坊さんですか、勝つってこうなんか動いたりとかしたりするとね、勝つってこの肩をパシッってなんか木の棒で叩かれるじゃないですか。あれを金勝、勝つ入れるのを禁止するということですね、はい、優しいお坊さんですね、はい、ということでありがとうございます。さあ、とっても優しい5月24日はとっても優しい日かもしれませんね、金勝の日。さあ行きます、みえさんの回答、ワンセブンライブ17ライブからみえさんの回答でございます。行きます。金勝の日、どんなことをしますか。あらゆる金を持つ食品をミキサーにかけ飲む。すごい。あらゆる菌を持つ。だいたいキノコですか。キノコをミキサーにかけて飲む。あんまり水分あるか。水分あるっちゃあるけど、キノコってね。なんかミキサーにかけて、なんかすごい美味しくなりそうなイメージがあまりないんですけど、ごくごくいけちゃうのかな、キノコって。ミキサーにかけると。ちょっとその辺。あんまりイメージつかない。さあ、いきます。ブッチャーさんの回答です。ありがとうございます。いきます。金勝の日、どんなことをしますか?この日だけ、金、ギリシャヨーグルトする。するわけ。金、ギリシャヨーグルト。この日だけ。ってことは、ブッチャーさん、毎日ギリシャヨーグルト食べてんのかな?あれ美味しいよね。ギリシャヨーグルトだっけ、あのなんかヨーグルトの濃いなんかすごい濃厚な、で甘いんじゃないかもしれないけど、なんかすごい甘さみたいな感じる濃厚なヨーグルトって、あれギリシャヨーグルトだっけ、あれ美味しいですよね、ギリシャヨーグルトね。普通のヨーグルトももちろん美味しいんですけどね、すいません、あのヨーグルトじゃないですよ、北斗株式会社、あのキノコ屋さんですよね、キノコ関連でございます今回のお題。はい、いきます。さあ、みえさんの回答いきます。ありがとうございます。いきます。金勝の日、どんなことをしますか?物語、金太郎がまさかの金太郎と改名。金太郎の金が、金、お金の金、金銀銅の金じゃなく、金勝の金。するわけ。まさかの金太郎ですよ。金勝太郎ですよ。なんだろう、金太郎、まあ確かに山にいるイメージ、山でまさかり担いだ金太郎、確かにその辺にキノコ生えてるかもしれない、だから金勝にはぴったりの地域に金太郎は住んでるかもしれません、はい、それは確かにそうかもしれない。さあ、プッチャーさんの回答いきましょう。さあ、プッチャーさんの回答、金勝の日、どんなことをしますか。バイキンマンとデートする。ワンツースルケー。バイキンマン、確かにバイキンマンといえばバイキンですから、金ですよこれ、なんかカビルンルンとかもいますもんね。カビルンルン、あれなんかまさに金ですよね、ドキンちゃんもドキン、金ですよ、あれも金ついてますから。バイキンマンも金ですから、パパ活的なことか。パパ活ではなく、バイキンマンだから、金活、パパ活、みたいなもん。わかりませんけど、バイキンマンとデートするっていうことが、金活。バイキンマンから、なんか報酬が出るんですかね。さあ、行きましょう。さあ、続きましての回答でございます。プッチョアーンさんの回答ですかね。はい、プッチョアーンさんの回答。いきます。金勝の日、どんなことをしますか。霊長類最強を目指して R1 を始める。霊長類最強の吉田沙織さんか。吉田沙織さんね、吉田沙織さんあれですね、あの明治のあのヨーグルト、飲むヨーグルトっていうのかな、 R1 のあれか、なんか CM キャラクターなのかな、ちょっと知らなかったですけど、
うん。霊長類最強目指して R1 を。ね。R1 ってすごい体にいいらしいですからね。うん。なんか一時期、コロナの時期だった風邪が流行った時期だったなんかちょっと忘れましたけど、すごい R1 が効くぞみたいなことで、すごい売れてた気がしますよ。さあ、あ、違うな。あれはヤクルト1000か。ヤクルト1000がなんか一時期すごい大人気になってた気がします。さあ行きましょう。皆さんの回答。金活の日、どんなことをしますか？空から金が降ります。空からね、なぜ金が降ってくるか、ちょっとわかりませんけれども。金活の日は、空から金が降ってくる、ですかね。さあ、プッチャンさんの回答いきましょう。金活の日、どんなことをしますか？ドキンちゃんのコスプレして、アンパンマンを逆ナンパする。なんつうすればっけ？プチャンさん、すればっけでございます。ドキンちゃんのコスプレして、アンパンマンを逆ナンする。ドキンちゃんいつもね、食パンマンさんをね、逆ナンしてるイメージですけど、アンパンマンもいっちゃう。すごい、積極的な女子でございますね。さあ、行きましょう。さあ、みえさんの回答でいきます。金活の日、どんなことをしますか？金から舞茸が、違う、もう一回。金活の日、どんなことをしますか？頭から舞茸が生えた。なんつするわけ。舞茸美味しいよね。舞茸ってどっちか言ったら、キノコした形じゃないよね、舞茸って。なんか平べったいですよね。舞茸って。そうよね。舞茸平べったい説。合ってますよね。舞茸ってね、なんだろう。ちょっと一番好きかも。キノコの中で。舞茸、まあもちろん、椎茸も好きですし、しめじなんかも好きです。うん。なんですけど、舞茸ってなんかちょっと、一般的なキノコの中では、なんかキノコらしい形じゃなく、なんか、ね。ビョンビョン出てるよね。ビョンビョン出てる表現合ってるかどうかわかりませんけれども、あれがでも頭から生えたらえらいことですよ。ちょっと、なんか、外国のなんか東南アジアの方でよく手が、なんかすごい、あれ何？皮膚の病気かな？なんか、そんな感じで、何？なんか、見た目がね、木みたいな感じになる人いますよね。なんかそんな感じですか？頭から舞茸生えるって。あれ何なんだろう、あれなんか確かね、まだ原因が解明されてないとか、なんかそういう病気だった気がしますけど。さあ、行きましょう。プッチョアンさんの回答でございます。ありがとうございます。行きます。金活の日、どんなことをしますか？金活新年、おめでとうございますと、お世話になっている方々に挨拶回りする。なんつう、すると、ちょっと迷惑ですよ。なぜならそんなことしてる人いないから。いや、金活新年おめでとうございますって何ですか？まあ5月24日が、まあなんか金活の日っていうことで制定されてるみたいなんで、その5月24日はもう金活元年、金活の新しい年の始まりだということで、お世話になってる方々に挨拶回り。いりますそれ。されてもね、どう返していいかわからないですよね。明けましておめでとうございます。金活新年なんでって。ちょっと困っちゃいます。はい、さあ行きます。みえさんの回答。いきます。金活の日、どんなことをしますか？キノコ、元気の子、エリンギ、マイタケ、岡崎キノコ。これあれやね、CM でやってた。キノコの子の子、元気の子、エリンギ、マイタケ、ブナシメジみたいな、そんな歌。合ってるかな？なんかそんな歌ありましたけど、岡崎キノコでございますか？何ですか岡崎キノコって。よくわからんけど。よくわからんけど、まあわかりました。岡崎キノコでございますね。さあ。プッチャンさんの回答、いきます。金活の日、どんなことをしますか？金貨2、金貨を2枚購入する。するわけ。
金貨2ね。金貨を2枚購入する。金貨が2枚で金貨2ですよ。そういうことですよ。金貨を2つゲットするという、そういう回答でございますね。プチャンさん、ちょっとすみません。この言葉ではなかなか伝わらないかもしれませんけれども、金貨2、金貨2、金貨2でございますね。金貨を2つ用意します。それが金貨の日でございますという、そういう回答をいただきました。プチャンさん、ありがとうございます。さあ行きましょう。ミエさんの回答。はい。金貨の日、どんなことをしますか？百均が大流行。ワン、ツー、スリー、百均、まあ、大手で言うとダイソーの100円均一ショップ、百均。これが、百均が均一の金じゃなくて、キノコの金ですよ。金、百均、大流行。まあでも大体キノコ100円ぐらいで売ってますよね、一パックね。まあ物によっては違うかもしれないけど、なんかイメージ、ちょっと今最近は値段変わったのかな、あの物価高騰でちょっとわかりませんけれども、なんかイメージ的には、まあ100円前後で、キノコ、舞茸売ってたりとか、まあしめじ売ってたりとか、ぶなしめじ、まあ、しいたけとかは結構ね、まあ量によって変わってきますけれどもね、まあ100円だったり200円だったりね、あとは何ですか、えのきだけとかね、もうね、100円ぐらいで大体売ってますよ。ある意味、金活は100円でできるぞと。100均、それこそ、100円金と書いて、100均、ということかもしれませんね。さあ、行きましょう。さあ、プッチャンさんの回答いきます。金活の日、どんなことをしますか？大好きなハムカチを我慢して、この日だけはヨーグルトフライにしておく。ヨーグルトの菌、まあ菌はありますよ。さっきも言った。ビフィズス菌とか、なんか善玉菌が多いイメージです、ヨーグルトはね。でもヨーグルトは菌活じゃないんじゃないかな。キノコじゃない？北斗株式会社がやってるからね。それにヨーグルトフライって存在するのあるんですか？ヨーグルトフライって。なんかチーズフライだったら、なんかね、あるイメージがありますけど、ヨーグルトフライってあんのかな？ちょっと聞いたことないですけど。作れるんでしょうか。さあ、行きましょう。プッチャアンさんの前に、ミエさんの回答。ミエさんの回答いきます。金活の日、どんなことをしますか？キノコ風呂が大繁盛。ワン、ツー、スリー、ボケ。何キノコ風呂って。キノコって固形ですからね。全然、そもそも、キノコ風呂って、ね、浴槽にキノコをうわー並べて、もう並べて、ね、キノコが満帆になっても、入れないんじゃない中に。だって物があるんだから。隙間をこうやって、くぐり抜けて入っていくのかな、キノコ風呂。それ一体何になるんだ、体が温まるわけでもなし。さあ、行きます。ツイッターの回答。あと2つでございます。はい。ツイッターの回答、あと2つでございます。いきます。プッチャンさんの回答でございます。いきます。金活の日、どんなことをしますか？お風呂場で椎茸を栽培する。ワン、ツー、するわけ。椎茸は、お風呂場、湿気の多いところが育ちやすいのかしら。ちょっとわかりませんけど、もう椎茸も確かにね、お風呂場、湿気の多いところで。なんか育つような気がしますけれども、なんかね、椎茸ってあれですよね、なんか木があって、あの木が、椎茸の木？何の木かわからんけど、なんか木があって、その木をすごいね、並べて、キノコ、椎茸を育てるという、そういうイメージがありますけれどもね、そういうことでしょうか。はい。さあ、みえさんの回答いきます。金活の日、どんなことをしますか？岡崎さんの体からあらゆるキノコが発芽した。するわけ。もう体中から、いろんなところからキノコが、ね、発芽、えらいことですよ。大変ですよ。あれね、スーパーファミコンのマザー2っていうゲーム、僕大好きでやってたんですけど、マザーもそうかな。マザー2はよく記憶に残ってるんですけど、マザー2でね、なんか、あれ頭からキノコ生えるんですよ。
どういう状況だったか忘れたけど、なんか頭からキノコを生えると、そう、頭からキノコを生えると確か右に行こうとすると左に行くんですよね。で、前に行こうとすると後ろに行くみたいな。キノコが頭に生えてしまうと、なんか、まっすぐ行けないみたいな。なんかそんなダメージを食らう気がします。はい。うん、だから岡崎も右に行こうとすると左に行っちゃうみたいな、キノコが体中から発芽するとそうなるかもしれません。はい、行きましょう。よっきゅんさんの回答、こちらでツイッターの回答はラストかな。ちょっと今確認をしております。読み忘れ、ツイッターの読み忘れがないかどうかを今チェックしておりまして、はい、うん、読んでるね。OK。 さあ、ツイッターラスト回答、よっきゅんさんの回答でございます。よっきゅんさん、ありがとうございます。さあ、行きましょう。筋活の日、どんなことをしますか？腕を鍛え上げ、パワーと呼ぶ。あ、すごい、中山きんに君ですね。確かに筋活かも。あの、まあ漢字が違う、キノコの筋の筋活じゃなくて、筋トレの筋、筋肉の筋の筋活。確かに中山きんに君はいつも筋活、そういう意味ではしてるかもしれませんね。筋活、腕を鍛え上げ、パワーという叫ぶと、そういうことですね。さあ、そろそろ締め切りかなと思っているわけでございますけれども、いかがでしょうか。さあ、いきますか。さあ、いきましょう。今週の MVP 発表させていただきましょう。このお題ね、筋活の日どんなことをしますか、筋活の日どんなことをしますか、このお題に対する回答の週間 MVP、 今週の MVP を発表させていただきます。さあ、いきますよ。ぐちゃんさんでございます。ありがとうございます。さあ、ということでね、今週のお題、筋活の日どんなことをしますかの、この今週の MVP はぶっちゃんさんでございました。ありがとうございます。さあ、ということで、皆さんもキノコいっぱい食べましょう。うん、美味しい、舞茸美味しいですよね。本当に舞茸好きなんですよ。しめじも好きだし、椎茸もね、椎茸ね、昔嫌いだったんですよ。そうですね、高校生ぐらいまで結構椎茸、私岡崎好きじゃなかったんですけど、なんか急にうまいと感じ始めまして、大人になるとね、ちょっとやっぱ味覚が変わるのかね、非常に美味しいんですよね。ということで、ボケラジオスタートでございます。